グラタンド・フィノワはフランス南東部のドーフィネ発祥のフランス料理である。料理名には多くのバリエーションがあるがアメリカ英語ではポテトズ・オ・グラトゥンと呼ばれる。ビストロでは洋肉料理の付け合わせとして家庭ではメインディッシュとして親しまれている。赤ワインとグラタンド・フィノワこの料理の最初の記述は1788年7月12日のものである。 クレルモントネール公尺で、ドーフィネ中条のシャルルアンリが、現在のオートイコールアルプ県の県庁所在地である、ギャップにて、役人のために開いた、晩餐会で、ズアオホージロと一緒に出された。ジャガイモの皮を剥いて、スライサーで効果の厚さに切り、土やクリーム、時には、グリュイエールチーズと共にガーリックバターを塗った陶磁器や、ガラス製の浅い耐熱皿に積み重ねて、オーブンで焼き、 最後の10分は火を強める。チーズを入れると、単なるグラタンになってしまうため、グラタンドフィノワにはチーズを入れてはいけないと主張する、意見もある。しかし、オーギュスト・エスコフィエ、オースティン・ド・クローズ、ロバート・キャリア、コンスタンス・スプライをはじめとする多くのシェフがチーズと、卵を使ったレシピを紹介している。通常のグラタンに入るポテトとの違いは、ジャガイモを茹でずに、 生の状態で使っている点である。ポムドフィーヌとも全く別の料理である。ありがとうございます。